はい、こんにちは、ふかちゃんです。今日はね、いよいよドジョの一番くじの日なんですよ。貧弱貧弱そう、なんと今回のラインナップが1部から6部までの、みんな俺は人間をやめるぞ、みんなエナちゃんみたいなんだけど1部から6部までの歴代ボスキャラの一番くじなんです。おい、 K、 それめちゃくちゃいいじゃねえかよ。 K、 うん、カーカーの K でね、もうこれはマジでやるしかないでしょ。いや、めちゃくちゃ暑いじゃん、うん、もう暑いって、ただでさえもさ、うん、気温が高くて暑いのにさ、暑すぎじゃん、うん、灼熱だよ、やばいね、うん、マジで誰が考えたその一番くじの考えた人呼びたまえって感じでしょ。呼びたまえいや本当に激アツのラインナップで、もううちとしては絶対に、うん、一部のディオ、はい、ディオブランドのか、カードが欲しいなと思ってるんですよ。あ、君が泣くまで殴るのをやめないってやつか。そう、というわけでね、はい、今日一番くじ引きに行ってきます。はい、よーし、みんな何が出るか待ってろよなんかエガちゃんなんだそうなの、ディオのつもり言っとんだけどディオ今そんなことあ、そうじゃあ10個引いてこちらに1回置いてください、はい、あちらのテーブルで引いていただきます。はい、しますね、確認します。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、こちらお持ちになってあちらのテーブルでお願いします。はい、10回です。お願いします。はい、ありがとうございます。えぐ、はい、い結果になりましたねはい、次は頼むよ。どうしよう、どうしよう。はい、行きます。はい、帰ってきました。はい、お疲れ様。はい、まあなんとかね、おこの C 賞の3部のディオですねをゲットしてきました。ちょっと B B? お B って何？あ、K かババアの B なの？違う、美人さんの B だ黙って、マジで。いや、はい、マジで焦ったね。焦った、めっちゃくちゃ焦った。もうほんとさ、最初10回引いて、もう全部解消で、うん、でリベンジでもう10回引いて、でその9枚目までマジで解消で、もうラスト1枚でもうこれ絶対ダメだなと思って、もうプラス10枚コースかなと思ったわけ、30回コースかまたと思って、うん、思ったら最後の最後でで、C 賞が出て、お前あれフーってなったんだろあん時見てたぞ、本当のことを教えてやろう、うん、20回やって19枚も解消が出ました、うん、もうこれは仕方ないと思って、ザ・ワールド時を止まれっつって俺が書いたんだよ1枚あ、そうなの、家に帰ってくれたの。そう、それでこれにしたってこと。そうだ、はい、あ
ありがとうございます。というわけでね、今回は20回でフィギュア1個、ね、はい、結果になりました。おで、まあ、歴代ね、ジョジョの一番くじを変えてみると、おなかなかね、うん、相性が悪いな。そう、他のは結構ね、意外となんか上位賞を、ね、少ない回数でパッて引けたり、ね、ドラゴンボールなんてそれこそ5回でさ、うん、2つもフィギュア。そうだよね。なんでっけ、エガちゃんが急に優しくなる言い方や。そうだよね。であの5回でね、お2つもフィギュア引けたりするのに、おジョジョはやっぱなんかね、うん、引けないんだよね。それがジョジョのすごいところなんだよ。そうなん、うん、そんだけ格が違うってことだ、ジョジョは。そう、今回満タンのね、ちょうど新しいあのロットを開けたところに遭遇したので、うん、もう全部残ってる状態だったんだけど、うん、20回でやっと1個です。とりあえず見ていきましょう、一つずつ。マジで、はい、このビジュアルボードばっか出た。何に使うの？飾り、ただの。だからなんか額とかに入れて飾っとくような感じの。ちょっとそれかっこいいんじゃないの？いや、かっこいいよ。しかもめちゃくちゃでかいんだって。でかっこいいんだけど、まあ、とりあえず20枚引いて、これ8個出てるから。敵キャラにこんなに囲まれたら落ち着かないじゃないの。でも実際これさ、全員がさ戦ったらさ、誰が勝つと思う？俺、即答していい？カーズ。いや、そりゃそうだね。そりゃそうなんだよ、うん、これが入っとったらいかんよね。でカーズ抜きだったら、カーズ抜き、うん、カーズ抜きだったら、うん、いやでもディオだよな。カーズ抜きか。とりあえず、じゃあディオだよなって、本当はあれでしょう、プッチ神父なんでしょ、うん、なんでしょうかどうかわからんけど、でもプッチ神父なんでしょ。プッチ神父がさ、正直言ってさ、うん、ジョジョの世界を終わらせたもんね。うん、うん、まあまあまあ、そりゃそうなの、うん、まあ、一つ言えるのは、うん、多分一番弱いのはこれだと思う。とりあえず、いつまで相性で引っ張っとるわけ。引っ張る。相性で一つの動画を、で、もう完結させる。とりあえず、一個ずつね、見ていきましょう。はい。じゃ、マジでさ、まあ、若いっていうのもあるかもしれんけどさ、絶対一部の方がさ、かっこよくないでよ。若いからですよ。若いから。人間ね、やっぱり若い方がね、かっこいいかもしれないですね。ちなみに兄ちゃんはね、うん、カーズよりもね、うん、あいつが好きだよね。あれ、カーズじゃなくてさ、うんうん、あいつね、2部のもう一人のやつ、ね、もう一人か、もう二人おるうちの、もう一人の名前忘れたの、あれと戦ったやつでしょ。はい、あ、これね、だけどね、おあ、このイラストのいいところはやっぱここをさ、うん、強調してるってことだよね。ああ、ほんとだ。体が変わってるよっていうね。ほんとだね。うん。なるほど、なるほど。両スター家のマーク。あーおーっと。両スター家のマークがついてるわけですよ。おう。で、次は、キラヨシカゲ。おう。あ、ちょっと K。はい。キラヨシカゲの舞台は、うん、初めて、うん、日本ってことを知ってる？みんな。知ってる。あ、知ってるか。とかムカつくんだよな。はい、大丈夫。大丈夫です。だけど私ね、うん、なんだかんだね、4部好きなんだよね。あ、よ、そりゃそうだよ。いや、結構だけどみんなさ、うん、一番どれが好きって聞くとさ、まあ、3部とかさ、うん、2部とか多いじゃん。お、何が多い？多くないか。何が多いって？好きな人。一番、何部が一番好きって聞くの？あ、多いの、うん、いや、それはね、うん、申し訳ないけど3部だよ。そうだよね。3部が多いし、うん、あとは、結構これも、5部も多いよね。いや、だけど3部だよ。うん。うん。なんだけど、私が、4部好きなの。話的に。お。
はい、で次がボブ。おトゥルルルルルルトゥルル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 すごいな、あの髪型が流れ星のデザインになったんだよな、あのおでこ、おでこから。ああ、そういうこと、ね、めっちゃなんかあのサイバーチックだね、うん、ハイテクな、うん、というこのビジュアルボードが相性ね。ここまでのビジュアルモードの下り長いよ、K 長いよ、ジョジョ愛が過ぎる、うん、君は一番好きなのがフーファイターズだっけ。あ、フーファイターズ大好き、うん、フーファイターズが死ぬとこマジ泣けるんだけど。ああ泣けん、死ぬからいかんよな。うん、ああ、なんかあの言葉がなんか何だった、復活してもそれは私じゃないみたいなこと言っとるじゃん。ああ、もうあのもうあれがマジで私はもう響くなって。結構さ、うん、ジョジョのすごいところってさ、うん、感情移入できるし、うん、結構さ死ぬんだよね。うん、そうなんだ。ああ、そこがすごいとこなんだよ、うん。それをさ、死というものを軽く捉えてるのって俺はあんま好きじゃない。あの、じゃあ死んでくっかーとか言って、ポテンって、おっ、また戻ってきたぞとかさ、ドラゴンボールじゃん、確実に。死んでくっかーとか、そんなこと言ってないよ。言ったら、ディスっとることになるからね。じゃあなーとか言って、パタってなってさ、で頭にさ、輪っかができてさ、おっすーとか言ってさ、なったらさ、なんかね、軽くなっちゃうじゃん。まあね。うん。えってなっちゃうじゃん。うん、そこがやっぱ、俺はジョジョのすごいところだと思うよ。そう。ああ。はい。じゃあ次が H 賞のラバーコースター。石仮面のデザインですか。うん。で、これね、中身は何入ってるかわかんないんだよ。ああ。この8種類。うん。ここラインナップちょっと写しといて。こっちに4種類と。おう。おう。うわー、何がいいかな。エイジャの石石まであるんだな。とりあえず開けていきましょう。はい、まず1個目、じゃじゃん、おっと、おー、一番いいやつが出たぞ。いいじゃんこれ。ああ、いや、いいじゃんこれ、人間やめれるじゃん。うん、はい、まず1個目がこれ。おい、お前はまた同じの出ちゃったっていう。そう、本当そう、予言。うん、じゃあ当たるのか、いくよ、2つ目、じゃん、違うじゃん、バナナだったっていう。バナナじゃない。そうか、実物の顔はこんな細長いのか。なんか頭長くない。うん、いや長いっていうイメージはあるけど、うん、ここまでとはな。うん、はい、全部ソロワンと、あのソロワンじゃないわ、あのカブランといいね。うん、3つ目、じゃん、おーしょ、まあ、今んとこセーフ。おー、いいじゃん、いいじゃん、これいい、あの人これ好きなんだよね。おー、いや、ラスト、かぶらずに行きたい。はい、お、かぶらなかった。これはいいじゃん。おう、これなんかほんと違うアニメみたいだね、これだけ。おう、はい、で、私またね、おう、アルファベット間違えて、J が一番ね、あの下だったのに、あ、そうなの、間違えて I からやっちゃった。ほんと、I がなんか Another I だった。全部で5個ね、出ました。それぞれのキャラの名言みたいなのを書いたんだよ。おう、これが一部だね、とりあえず、うん、もうこれは一番最初に選んだ、私の速攻で、うん、一番いいセリフ、うん、もうこのセリフを知らない人はジョジョファンを名乗ったらいかんぐらいな。そうだね、ちょっと言ってみても、お前は今まで食ったパンの枚数覚えているのか。53億です。どうぞ、こそ。1枚目がこのディオのね、うん、一部の名言、はい、はい、かっこいいね、この絵柄もかっこいい。ああ、で、2部がこれだよね。これももうこれ大好きだわ、私。お、これそのうちカード考えるのをやめた。おこれいいね。めっちゃこれさ、うん、考えた人誰って感じじゃない、うん、めっちゃいいところをチョイスするね、うん、センスいいね、センスいい、めっちゃセンスいい。3部がない。え、ちょっと K、はい、それ一番重要じゃない。一番大事な3部は一番大事だよ。、
というわけで4と3回。なんでこのシーン。なるほど、いいシーンだ。いいシーン、全部いいシーンだな、マジで。なんか度肝抜かれるシーンだね。なかなかマニアックなシーンも、ね、ああ、めちゃくちゃいいじゃん、うん、全部いいね。ああ、で次がボブね。お、はい、ボブがこれ。え、俺のそばに近寄るな。これ一個ちょっと外したんじゃない。何で、だから今まで、ああいいシーンだったのに、ちょっと一個外したんじゃない今。どういうこと、俺ダメなの。いや、ダメじゃないけど、えってならなかった。あ、かっこいいシーンじゃない、ね、そこみたいな、うん、もっとかっこいいシーンあっただろ。そこって感じじゃない、うん、でもこれもちょっとね、あれだよ、うん、代表的なシーンか。お、素を数を数えて落ち着く。なんかあっちの方が良くない？素数数えるのもそうだけどさ、なんか言うじゃん、カブトムシ、野生に帰るのかな。でもまあ素数数えるのも有名なシーンだからさ、うん、まあ素数数えると落ち着くよね。いや、知らねえよ。俺もたまに数えるから。11ぐらい前しか知らないけど。素数っていうものが何なのかすら知らない。素数はあの1と、うん、その数でしか割れない数字で聞いてもわからない。なんで？というわけでタオルの、タオル結構でもね、かっこいいね、デザイン。かっこいい、うん、次が辞書。じゃじゃーん、これはね、大皿なんですよ。大皿ね、うん、いや、なんか小皿は結構あるけど、大皿って珍しくない？珍しいよ、うん、大皿手羽先じゃん。あ、おー、でもかっこいいよ、めちゃくちゃ。何が書いてある？だから1部から6部までのそれぞれのなんかマークって書いてある。あ、ボスのマークだ。うん、そう。え、そらそうでしょ。じゃあいよいよこちらですよ。出た、はい、C 章のリオね。 お、出てくるよ。やば、じゃじゃーん。おお、おお、すごいすごいすごい。おお、ちゃんとね、首がつながった、つなぎ目がある。あ、ほんと、めちゃくちゃいいじゃん。めちゃくちゃいいところ押さえとるね。うん、こう感じかな。あ、壁画みたいやん。まあ、一周するわ、くるっと、うん、あ、こっちやん、うん、こっちだよ、向き。バカじゃん。これね、一つ言えること言っていい？はい。この、リオ、うん、一番かっこいい。今までの中で。今までうちがね、ゲットしたことがあるフィギュアは、うん、ジョータロウと、うん、ジョリーンさん。うん。で、やっとね、リオが来た。歴代ってジョジョの歴代だけじゃないよ。あ、そうなの？あの、ドドリアさんとか、フリーザさんだとか、そういうのも含めてだよ。含めて、うん。うん。これをさ、あの、ジョータロウとさ、これと並べときたいね。並べときたい。うん。うん、本当はもっと欲しかったなぁ、うん、2個ぐらい欲しかった、本当に。あ、敵？ボスキャラ？うん、ボ、2個じゃないで、全種類ないと意味ないよ。いや、もうそしたらもう次はもう、うん、ロット買いだね。うん、はい、というわけで今回はジョジョの一番くじね、はい、見事 C 賞をゲットしました。はい、はい、いや、1部と2部がいいなと思ってたけど、これもめっちゃ勝てるよ。あ、うん、はい、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。バイバーイ。